1571年に描かれた公開チャート、アフリカ北西部の海岸付近。周囲に書かれている文字は、この地図は、サントメ島までのアフリカとギニアの全海岸を記して、ある。ポルトガル国立博物館像、フェルナンバス・ドラードは16世紀のポルトガル人で、地理学者。ドラードの描いた東洋の地図は、古代地図学者、プトレマイオスの悪い意味での影響を受けておらず、 当時としては非常に正確であった。ただし、ドラードが描いた地図について詳しいことはよくわかっていない。ドラードの描いた地図は当時としては非常に正確であり、かつ美しい。当時の地図作者としても最優秀の一人と思われる。比較的広範囲を描いた地図が多く、公開地図帳の中に収められている。1568年から1580年に、 作られた6つの地図帳が知られている1568年の地図にはスリランカと日本の詳細が掲載されており、後に多くの地図に転載された。ドラードのアフリカ北西の海図には左の方に井戸を示すメモリがあり、要所要所に地勢方向を示す線が引かれているという、いわゆるプレーンチャートモデルである。この図法はメルカトル図法が 一般的になるまでヨーロッパで標準的に使われたものである。ありがとうございます。